タトラ R1 はかつてチェコスロバキアのプラハに存在した KD タトラが製造した小規格の地下鉄用電車。プラハに開通予定の地下鉄向けに開発されたが建設方針の転換により実際に導入されることはなく実験線での試験走行のみに終わった。この項目では発展型車両として開発されながらも同じく実用化されなかった。 タトラ R2 についても解説する。チェコスロバキアの首都であるプラハでは19世紀末期から幾度も地下鉄の建設に関するプロジェクトが提案されていたが、資金難や技術力の問題から実現することはなかった。だが、第二次世界大戦後は公共交通機関や自家用車の本数増加が続き、交通状況の悪化が深刻な状況に陥っていた。 その事態を打破するため、チェコスロバキア政府は1965年に、プラハ市内に地下鉄を建設する議案を採決した。当初、この地下鉄路線は、従来の路面電車を高規格化し、車両限界はそのままに、地下区間や広角間を建設するという方針で、建設が行われ、ブルタバ川をまたぐ橋梁も、路面電車車両に適した規格で作られ始めた。 車両についてもソビエト連邦からの配給や海外の電車のライセンス生産など様々な案が出された結果、プラハ市電をはじめ東側諸国に向けて多数の路面電車車両を生産していた KD タトラが開発することとなった。そしてアントニー本軸率いるプロジェクトチームによって設計された地下鉄車両が R1 である。R1 の設計には KD ー,ータトラのスミーホフ工場で生産されていた路面電車車両の構造が用いられており、車体は鋼材に加えてアルミニウムやグラスファイバーを用いることで軽量化を図った。ただし当初の設計は防火の面で難があり1971年に改良が行われたが、その分重量は増加した。車体形状は数多くの路面電車車両を手掛けた。 インダストリアルデザイナーのフランティシェック・カルダウスが担当し、最先端の電車を意識した流線型のデザインが取り入れられた。基本編成は、型運転台の車両をつないだ2両編成であったが、先頭下部に設置された半自動連結機や電気連結機を用いることで複数の編成をつないだ、総括制御による連結運転も可能であった。車内には、 革張りのクロスシートが設けられ、高温時には開閉可能な窓からの自然換気や天井にある換気扇を用いた強制換気。低温時には強制換気及び抵抗器の排熱を利用した暖房によって車内の温度が保たれる構造となっていた。車内の照明には蛍光灯が用いられた。運転士による速度制御は右手で操作するハンドルによって行われ。 車庫での低速運転時、指導時、高速運転時の3段のノッチが設けられていた。各車体には2台のボギー台車が設置されており、軸バネや枕バネにはコイルバネが用いられた。主電動機は、車軸と平行に2機ずつ設置され、短い継手を介して、動力を伝達する WN 駆動方式が用いられた。制動装置には電空併用ブレーキが搭載されており、 最高速度時速 10km までは電気ブレーキが、それ以下の速度では空気ブレーキが自動的に作動するようになっていた。また、台車には機械式、ディスクブレーキや非常時のバネ式ブレーキが設置され、後車は45度の急坂に停車した際にも車両が動かないよう強固な設計がなされた。タトラ R1 の模型1970年から1971年に、 かけて2両編成2本の試作車が完成したタトラ R1 であったが、その1971年にチェコスロバキア政府はソビエト連邦から派遣された専門家からの意見に基づいて、プラハの地下鉄建設に関する方針を転換し、ソ連の地下鉄と同じ大型規格での建設を決定した。そして車両についてもソ連の無意図式改製造工場から導入することとした。 そのため、R1 は製造と同時に導入先を失う結果になったが、KD タトラの判断により以降も各地の実験線での試験が継続された。その後は自動列車運転装置の実験や連続運転に加え、負荷や機器の加熱など様々な条件下での試験を重ねられ、そこで示された欠陥の改善が実施されていった。タトラ R1 は、 第三機場での運用を前提としていたが、その設備がナイベリム鉄道試験線では、河川からの終電のため連結面側に、菱形パンタグラフが増設された。その一方で1972年1月14日には、運転士の居眠りによる試作者同士の衝突事故が起き、破損した2両は解体され、残りの2両は新たな編成を組以降の試験に用いられた。だが、 結局導入する都市や地下鉄は一箇所も現れず、タトラ R1 は一度も営業運転に使用されない、まま放置された末に解体された。路面電車規格で建設された橋梁やトンネルの改良を含めた建設工事が完了し、ソ連製の電車 X 型によって、プラハ地下鉄の営業運転が始まったのは1974年5月9日である。 R1 を元に開発された、核電車線方式による終電を前提とした車両を。R1 と同一の車体デザインを有していたが、終電装置を常時搭載することから、屋根の構造の強化がなされた。1974年までに試作車が完成し、ベリーム鉄道試験線でのテスト走行も実施されたが、チェコスロバキアやソビエト連邦など、 東側諸国に R2 の規格に適した鉄道路線の建設予定は存在せず、さらに生産力強化を目的としたスミーホフ工場の拡張も資金不足のため延期され、量産されることはなかった。1977年に KD た虎からブルの技術博物館に譲渡され、1981年には試験船から博物館の用地に運ばれたものの、 整備もされず放置されたことで荒廃した結果、展示車両の容量確保のため1986年に解体されたため、2020年現在現存しない。ありがとうございます。